瀬田学ですニュース解説、今回はです、ね、あの日本の政治ということで、えーまあ、政治に絞って話をしたいと思いますが、えー、どうもあのまた政治と金をめぐるの問題をめぐるいろんな問題でごたごたが続いていますけれども、まあ、その話に加え今回は岸田,政岸田総理の特徴といいますか、ね、これから何を狙っているのかというあたりでどうも浮かび上がってくるのはこれは私の印象にすぎないかもしれませんが。 剣謀術数の権下岸田さんという感じかもしれない、まあ、あの大変な巻き上げリストなのかなという感じもいたしますその辺の話は最後のほうにしたいと思いますがまずあの、えー、とニュースとしてはですねあの2月11日はご案内のように建国記念の日でした祝日でしたね、えー、この建国記念の日にあたって岸田総理大臣がメッセージを発表しましてこの中で「えー ま,あま,あまずこのメッセージを紹介しますと長い歴史の中で我が国は幾度となく大きな国難や試練に直面した一人一人の大満の努力と国民の絆の力によって築かれた一図絵の上に今日の我が国の発展がある野党半島自身も国の力を結集し必ず乗り越えていくという決意を示しまたですね先人たちの足跡の重みをかみしめながら国民の命と暮らしを守り全ての人が 生きがいを感じられる社会の実現を目指す今を生きる国民の皆さんと共に直面する課題に立ち向かい立ち向かい明日は今日より良くなる日本に向け将来の国民に対し世界に誇れる日本をつないでいくとしているということでこの建国記念の日のメッセージは平成26年から総理大臣が前に発表しているものですまあここで述べていることが美事・ビジレイク・クがたくさん述べてますけれども問題はこの方の本音どっち向いているのかと。 ということなんですね。まずあの、あれですね、この建国記念の日なんですが、国民の祝日に関する法律第2条は、建国記念の日の趣旨についてこう言っています。建国を忍び、国を愛する心を養うとう、規定しています。1966年の祝日法改正によりまして、国民の祝日に加えられまして、翌1967年2月11日から適用されました。世界で建国記念日、あの、建国記念の日、 でないです建国記念日を持っている国は法律で定めている祝日としている法律で定めて祝日としている国家は非常に多いですが日本では建国の日が明確ではないんですが建国をしぶ日として法律で持つ日建国でなくて建国をしぶ日なんですねで建国記念の日が定められたそうですね。 日付は政令に基づいて日本神話をもとに建国日とされていた紀元節と同じ2月11日にされたと2月11日は神武天皇の日本書紀における即位日の月日を明治時代にグレゴリオ歴での具体的な日付として確定したものであるそうです。もともとは紀元節だったわけです。 で、この紀元説、戦後に紀元説を復活させよう、戦前は紀元説でしたね。これを復活させようという動きが、1951年頃から見られまして、1957年にですね、自民党の衆議院議員らによる議員立法として、建国記念日、この建国記念日ですね、制定に関する法案が提出されましたが、 当時野党第一党の日本社会党が保守政党の反動的行為であるとして本体したということがありましたで。具体的に何月何日かを記念日とするかについても議論があったそうでして、日本社会党は日本国憲法が施行された5月3日、えー、公明党の,あの池田大作氏ですね、はサンフランシスコ講和条約が発効した4月28日をそれぞれ提案したそうです。 民社党は聖徳大使が17条憲法を制定したとされる4月3日を主張したそうです。結局名称にのというのを挿入した建国近年の日としてですね、建国されたという事象そのものを記念する日であるとも解釈できるようにして、したということで社会とも妥協したということでして、なんか変ですね、これですね <laughs>。で、あの、これ、岸田総理がですね、ここまであの日本は素晴らしいという国におっしゃるんであれば、 この日本の、なんて言いますかね、この建国記念の、という、建国という、由来というものについて、もう少し、あの、きちっとしたですね、この由来に、に基づいた、え、ことを言ってもいいような気がしますが、ただ、岸田総理の本質は、まあ、あの、山口紀之さんもおっしゃっているように、売国であるという人が何を、こう、美事略を言っているのかということもありますし、後で出てきますが、 言っていることがどうも強制社会だとかですね。なんかあの非常に左翼的なことを言っているということで、日本の国柄を大事にする総理なのかということの方をですね。よくよく考えてほしいし、国民もそっちの方を見るべきだと思います。ま、健康記念の日にあたって、日本とはどういう国なのかというのを考える。そして国民がちゃんと日の丸を掲げてですね。で、このあの単に休みの日じゃなくて。 祝日というのは他の国では大体祭日祝日というのは意味があって休んでいる。その意味を一応皆さんがあの認識しながら休んですが、日本の場合は。 全く忘れられているということ自体、祝日ということの意味が、軽快化しているってことも、もう一回考えなしがいいような気がいたします。次のニュース、決める力も大事。首相、インタビューでの今更発言にあきれる国民、岸田幸雄、鳩山幸雄の幸雄って、岸田幸雄の呼び名まで登場という見出しの記事がありまして、2月9日発売の月刊誌、中央公論。 が、内閣総理大臣インタビューを掲載しているそうでして、持論の聞く力とともに、決める力を発揮した上で、決めたことを発信する力をより充実させたいと語っていたと。岸田総理がですね。発信力を高めることで、国民の理解を得る考えのようであると。岸田内閣の支持率は23.7%で過去最低になり、不支持率に至っては74.2%と2ヶ月連続で、 過去最高を更新したというのは最新の JNN 世論調査ですね。あの、この番組で紹介したことがあります、えー。驚くことに岸田総理は決める力も大事だと感じるようになったと、まるで今になってやっと気がつきました的なニュアンスで語ったのです。これまで閣僚が不祥事を起こしても更迭の決断がなかなかできず、結局は追い込まれるように更迭するという後手後手の悪循環で CG 率を落としてきました。 その反省がないかのような印象を与えてしまいます。というふうに語っておられる方もいます。ええー、まあこれあの、実はですね、なかなか決断ができないというふうに見えていた総理が、実はとんでもない決断をどんどんしながら、憲法術を尽くしている後で申し上げます。で、そしてこれについて SNS にもですね、今からですかと、やらなくていいことは即断即決。<laughs> それがないことはもう十分理解しているなど、呆れ果てたような書き込みは目立っていたが、さらに、岸田幸男というキーワードも登場してきた。幸男は鳩山幸雄元首相のことです。鳩山元首相は、考えることがお花畑と言われ、理想ばかり掲げて、政策の実現感が見出せなかったと。友愛ってばっかり言ってましたからね、重要な交渉の場でも友愛、友愛が大事ですと言ってたみたいですね。<laughs> という話を聞いたことがありますんで。 言われも大事ですけれどもえまた岸田首相は安倍元首相と違いリベラル的な発言が目立ちますこれも鳩山元首相に通ずるということで岸田幸きという言葉が生まれてきたのです保守層のコアな自民党支持者が離れているということですという永田町関係者の証言があるようですね聞かない決められない発信できないでは国民の支持を得ることは難しいという内容の記事になります そして次の記事はこれがちょっと問題なんですが岸田首相の人権メッセージに相次ぐ疑問の声という見出しでして岸田総理は共生社会と人権をめぐるシンポジウムに寄せたビデオメッセージに対し SNS 上で疑問視する声が相次いでいるとで首相の発信は偏見によって放火などの犯罪被害に遭う事案が発生しているとかですね 雇用や入居で外国人が不当な差別を受けているなどと社会的少数者に差別的な対応が横行していると強調して伝わりかねない表現ぶりとなっていて日本は差別の少ない国だといった反論の声が上がっているということですね。あの、これは首相があの、ビデオメッセージを寄せたのが2月3日のオンラインシンポジウム。これはあの、法務省や全国人権擁護委員会連合、委員連合会などが主催したものだそうです。このメッセージで首相はこう言っているそうです。 残念ながら我が国においては、雇用や入居などの場面や、インターネット上において、外国人に障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが、不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくない。本当でしょうかまっ全くないとは言いませんけれども、こうやって強調するようなことでしょうか近年、そして近年、外国にルーツを有する人々が、特定の民族や国籍に属していることを理由として、不当な差別的言動を受ける事案や、 偏見により放火や名誉毀損等の犯罪被害にまで遭う事案が発生している次は自分が被害に遭うのではないかと日々恐怖を感じながら生活することを余儀なくされている人もいると訴えている、まあ、そういう人がいないわけではありませんけれども日本が取り立ててそういう国なんでしょうかとふと思いますね。で X 上ではですね このメッセージに対して、世界で最もマイノリティに対する差別の少ない国、マイノリティが抜古し、マジョリティが怯えている面さえあるとかです、ね。日本人は外国人、LGBT、アイヌなどを差別していません。差別、侮辱するのはやめて、とかですね。どこに差別があるのか、とか、この談話に匹敵する、などと懐疑的な投稿が多いと。えー、これあの、全国日本、全日本稲荷寿司協会の方がですね、この方は、 自分オお釜であることを公表しているそうですが、その方がこうおっしゃっています。私も、私の友人である当事者たちも、差別された経験などない。暴力的に特権や優遇を訴えているのはどちらだろうか。首相にレクチャーをしている人に憤りを強く感じる。とまで言っているんですね、えー。ただ一方でですね、 あの首相の言ってることは正しい差別する心は普遍的にある乗り越える仕方を身につけていくことが強制という言葉に込められているなどと首相を擁護するコメントも言ってよったのはこれは違うと思いますこれはその通りなんですそれはそうなんですがここで言ってるのは日本でそういうことが起こっていることを正式に総理大臣が発信してるといることなんですね日本はそういう国ですよと言ってこれ海外に知らわれてありますと日本を不当に日本の尊厳を傷つける我が日本の国が営んできたそれこそ建国の もう大昔から営んできた国柄を海外に対して不当に悪い形で発信する、えー、尊厳を傷つけるということになっているということ自体が非常に大きな問題ですしまたこの発想というのは完全にこれリベラル左翼に染まってしまった発想、ま、たあの日本の国柄を破壊しようともう世界中でそれやってますからねこの人たちはですね。 この人たちは言っちゃいけないかもしれないけど、でもそういう流れが世界中を、社会を分断に導いている、それこそトルツキツとの世界同時革命じゃありませんけれども、国家を破壊する流れに首相が加担しているという、ですね、驚くべきことではなかろうかなというふうに思いますね。次に政治と金の問題です。自民党全議員376人を徹底調査という見出しで、 岸田首相が先頭に立つと大見を切った自民党の裏金調査はずさんそのものだったと公表した裏金議員リストは安倍派と二階派の82人のみ野党に不十分と批判され自民党は全議員を対象にアンケート調査することにしたが質問項目はたったの2問政治資金収支報告書への記載漏れの有無と記載漏れの金額を記入させるだけの内容だ こんなアンケートで政治と金の問題を解明することなどできるはずがない。岸田首相に本気で取り組む気がないのは明らかだ。ならば、本紙、週刊ポストが明らかにするということで、週刊ポストの記事です。えー、以下、その記事の内容です。今回の自民党の裏金事件の根底にあるのは政治資金パーティーが持つ相手の名前を明らかにしないで一度に多額の金を集めることができるという脱法性であると。 えー、記載されていますで、えー。で、企業、団体献金や個人献金には厳しい規制があります。5万円以上の寄付は政治資金収支報告書で氏名を公表しなければならないし、寄付金の上限や1社あたりの総額も制限され、国から補助金を受けている企業は寄付禁止、 公共事業の受注企業も国政選挙に関して寄付できない。しかし政治資金パーティーの会費は催しごとに参加する対価であって寄付ではないとされていると。そこで本市はこの週刊ポストですね。自民党の衆参376人の国会議員全員の2022年分の政治資金収支報告書を調査し、政治資金パーティーの実態を分析したと。 議員ごとの年間のパーティー収入から費用を引いた利益総額の上位上位30人のランキングというのがこの週刊誌に挙げられているんですねでトップ3位はいずれも大物議員1位は武田亮太元総務大臣二階派事務総長を務め二階派の裏金事件では派閥から受けた寄付1172万円の不記載が発覚していると武田氏は2022年に5回のパーティーを開いて収入合計は約2億4110万円 そこから経費を引いて差し引き2億2,056万円利益率は91.5% <laughs> 岸田首相は2位につけた7回開催で合計約1億5,510万円、えー、利益率は87.7%、えー、これほど派手にパーティーを開きまくる首相は入れ中の入れだろうそれというのも2001年に閣議決定された国務大臣副大臣及び大臣政務官規範というのがあるんですね え大臣ら政務三役は政治資金の調達を目的とするパーティーで国民の疑惑を招かないような大規模なものの開催は自粛すると国民の疑惑を招くような大規模なものはやらないとなのにやっていると総理民主からで安倍派の閣僚やめさせたり党役員やめさせたりしてさすぐに安倍派を粛清しておきながら自分自身はどうなのかと。 山口紀之さん、本当に義憤で怒ってられましたね、この間も私のチャンネルでもですね、でこういうところがまたこの岸田というのはとんでもない野郎だというふうに国民が思わないのかなと思いますけどね、でもう大臣規範違反を岸田さん自身がやっているのは言い逃れようがないんじゃないかというふうに、で自分は派閥解散って、あとでその話しますが、3位が西村前経済産業大臣、安倍派の前事務総長。 えー、この安倍派の裏金事件では100万円のキックバックを受け取り東京地検特捜部の事情聴取を受けましたと毎月1回以上のペースで開いていたとパーティーはですね収入合計は1億2138万円利益率86.2%これは不思議に思う人が多いと思うんですが政治資金パーティーってパーティーなんで飲食が出てくるだろうと。 いうことで、あくまでこれ催し事、飲食の出てくる催し事だろうとみんな一般的には推察されますね。で、以前は議員側もパーティー券を買ってくれた支持者を飲食で競応した上で残りの収益を政治資金にしていたんですが、最近は費用をできるだけ抑えて利益を最大化する単なる金集めとなっているケースが多いと。 で、ある自民党の大臣経験者は、企業に10枚20万円、10枚20万円分の、1枚2万円ですかね、パーティー券の購入を求めながら、案内上の返信用紙には出席者の名前を3人しか書かせないようにしていたと。3人以上出席するなという意味で、7人分はパーティーの対価でなく献金ということになると。まあ、それは利益率を高めるためなんでしょうね。名ばかりのパーティーも多いと。 というふうにこの記事は「文の記事あ週刊ポスト」の記事は指摘しています。議員個人の政治資金パーティーそのものが脱法,脱法献金をするような法の抜け道となっていることが最大の問題なのなんですがただそうだろうかというあのこれの批判を招かないような政治資金パーティーを参政党がやっています。えー、政党ははをお仕事としててパパーーーーテティィやりますでパーティーは別に飲食が出なくたって パーティーと言えるるものはあるパーーティーというと一般的に飲食が出るからその会費を払っているというイメージがあるんですが参政党は公演,演,演に参加する公演を聞くというそういうサービスに対する対価として会費を集めています。で公演している方にはもちろんその講師料を払いますがしかしたくさんの方が集まってくださるのでその差額はこの参政党の活動費。 とということになるわけですねもちろんあの適正にあのやってるはずですけれどもでそこれは新しい形の政治頻新しい形の政治なんですねあの前にもこの番組で申し上げたように、まあ、6時間7時間8時間と長い時間やってもうたくさんの数の講師が普通だったらなかなか聞けないような話を、まあ、一つ一つ聞いていたらそれこそ、えー、まああの会費何千円か。 取られるような講師の話を何たくさん聞けば2万円のパーティー券だって十分この上回るだけのものがあるわけですね。でそうやって政治資金を集めるというのもこれは新しい政党政治の在り方としての極めて大事な新しい形態の資金集めの方法だろうというふうに思います。 えー、でやっぱり問題は透明性とか適正性の問題であって、パーティーそのものでお金を集めること自体が問題だというふうになると、それこそ政治活動の自由でありますとかですね、えー、いろんな面で支障が出ますし、実際お金がかかるわけですから、政治にはですね、えー、その問題、えー、あまりパーティーそのものがいけないというのは、これもまた行き過ぎではないかなという感じがいたしますね。やり方が重要なんですね。 そして次のニュース自、民自民裏金調査の結果提示と、自民党は1月ああ2月13日昼の衆院内予算委員会理事会で、派閥の政治資金パーティー裏金問事件に関する党所属国会議員を対象としたアンケート調査結果を提示したと。 一方、立憲民主、日本維新の会、共産国民民主の野党4党は、2月13日午前の国対委員長会談で、裏金事件に関与した安倍2会、両派幹部らから弁明を聴取するため、政治倫理審査会の開催を求めることを確認した、まあ、これ、政倫審って言うんです。で、あの、私も、あの、衆議院議員やってたときに、不祥事の問題があって、それで予算委員会で、もう予算委員会が不祥事の問題で、ほとんど閉められてしまうってことは、よくあります。 でこれは野党から見るとこの、ね、自民党の不祥事を、ね、テレビの前で花形ですからね、あの場はです、ね、やりましたらやっぱり次の選挙に有利だという打算があるわけですね。でも国家の重要事項を審議する国会のしかも予算委員会という場所場においてはです、ね、そういうことばっかりに取られるのはこれ税金の無駄遣いじゃないかとそうじゃなくて不祥事についてはこの政治倫理審査会という場があるんだからここでやるべきだーと。 えー、私でもずっと述べてきた、えー、経験があります。このめぐって動きがあるんですね、えー、そして次のニュースは自民党は2月13日から政治資金規正法の改正などを検討する作業チームが議論を始めていると一方立憲民主党など野党側は各党がそれぞれまとめた案をもとに企業団体献金の禁止などを求めていくと。でこのの自民党のチームでは 悪質な会計処理があった場合に会計責任者だけでなく議員本人も責任を負う連座制の導入収支報告書に名前を記載しなければならないパーティー券の購入金額の引き下げなどをめぐり意見が交わされるとあんまり本質的なな議論じゃないですねそして立憲民主党など野党側は岸田総理の自責任を引き続き追及するとともに各党がそれぞれまとめた案をもとに企業団体献金の禁止などを求めていく方向です。 でこの献金の禁止まあこれはまた後で引用したいと思います。えー、そして、えー、こんなニュースがあるんですね。政治資金収支報告書の不規則85人、総額8.5億あ5.8億円,億円これは自民が調査結果を出したと。えー、自民党はああ2月13日国会議員ら384人を対象にしたアンケート結果の公表あ結果を公表しましたあの先ほど言ったやつですね。で不記載があったのは現職82人。 選挙区支部長3人の計85人で総額はおよそ5億8千万円だとアンケートは野党の要求を受けて実施したと先ほど言ったとおりですねで不記載の総額が5億7949万円に上ったということでして議員別では二階元幹事長の3526万円が割いた あと、三ツ林衆議院議員2954万円、萩生田前政調会長2728万円がついたということですで。政治資金規正法違反の罪で立件された池田義孝衆議院議員や大野安政参議院議員、谷川八一前衆議院議員なんかは含んでいないそうです。立憲民主党党など野党は 2月13日自民党の調査では真相究明は望めないとして先ほど言った政治倫理審査会の開催を人民に申し入れていますというニュースがありますね。というニュースがありますね。そして次のニュースですがこれに絡んでですねえ首相 裏がない事件で政林審に応じる意向とこういうニュースがあります、えー、岸田さんが、ね、野党側が求める国会の政林審の実施に応じる意向を固めたと報じられています自民への不批判の高まりを踏まえ疑惑を抱える議員本人の国会での説明は避けられないと判断したとそりゃそうでしょうね,ね首相は周辺に当事者が責任説明責任を果たしたとは言えない党全体の不信がかかっているなどと伝えたと いうことですまあ首相から見たら他人事なんですよね。自民党の議員が次から次へとかって批判されたらですね、2万にはしてるんじゃないでしょうかね。でも、説明責任は総理自身も果たさなきゃいけないんじゃないでしょうか。先ほどの自分のパーティーの話もそうですけどもね。それからやっぱり党,党総裁としての責任ということについて、どういう責任を。 きちっと取る中ということ、いろんなことがあると思いますえ。さてですね、こんなニュースもありまして、政界地獄耳と題材でタレントも話題にし始めた政治と金の問題。えー、2月16日から確定申告です。えー、これ、すでに発信されている頃には確定申告が始まっているかもしれませんがえ、確定申告が迫っているからか、普段は政治問題に触れない芸能人たちが自民党の政治と金について苦言を呈していると。 二回、俊博が在任中の5年間で約50億円の政策活動費を党から受け取っていたという報道に、和田明子も TBS の報道番組へ苦言を呈した。みんな文句言いたい。信じられない。50億ですよ。これどうなってるここからずれてると思わないえうちらこれから確定申告でどれだけ大変こんなことあるのと納得できない様子だった自民党関係者はこう言っていると。国民は国会中継も見ないし、新聞も読まない。 しばらくすれば忘れてしまうと、高をくくっている議員たちもいるだろう。だが、とんでもない。お茶の間に直結するタレントが話題にし始めたら、国民への浸透度は格段に広がる。そうです。これは何でもそうですね。コロナの時もそうですね。有名なタレントが亡くなってからみんなこう急にコロナということを意識し始めましたからね。日本はそういう国ですからね。で自民党議員は、全ては検察と国税の判断となっているが、岸田総理が決めればいいことも多い。 政治と金は、えー、あ自民党議員はこう言っているということです。全ては検察と国税の判断となっているが、岸田総理が決めればいいことも多い。政治と金は岸田の英断で落ち着く。加えて、えー、万博延期、健康保険証廃止の中止、増税凍結、これくらいやらなければ解散総選挙に突入できない。時間稼ぎでは自民党は沈没すると危機感を 自民党議員がおっっしししゃっていいるととううここででで全くそののの通りでしょうねまあこの解散総決話は後でいたしますえ国民民主党党大会玉木代表は自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る問題について看過できない自民党は今政策の推進力を失っていると指摘しまして岸田政権に厳しく対応していく考えを示しましたえ玉木さんはですねガソリン税の上乗せ部分の課税を停止するトリガー条項 これをめぐる与党との協議から離脱したことにつきまして、岸田総理大臣は残念ながら検討に終始し、ま、検討士と言われている人ですからね、検討に終始し、政治決断をしなかった、政策ごとに一致する他の党と連携しながら、政府に実現を求めていくと述べましたと。そして、私たちは対決より解決の姿勢で、政策本位で取り組むが、正直な政治が貫かれていることが大前提だ。 脱税まがいの会計処理を放置するような庶民感覚から離れた政治を変えると指摘して岸田政権に厳しく対応していく考えを示しましたえ政策実現のため与党との協調を排除しない姿をこれまでとってきた国民民主党が事実上方針を転換しましたえでこのニュースまた続きあるんですがその前に一言ここで玉木さんがあの私も財務省の先輩後輩で親しくしておりますが彼が イミジックも脱税まがいと言ってるんですねあのこ,のでもこのチャンネルでもすでに言いましたけれども私はもうあのやっぱり政治家の政治資金に関して国税庁と同じ組織を作ればいいと思うんですね、えー、ちゃんとあの申告しなさいとで申告してそしてこれをチェックする機関で何かおかしいものがあったら調査も権限も与えるおかしかったら丸さもすると国税局みたいですね そして、検察に告発もするというのを作ればいいんじゃないかと思います。公開できない領収書があるとしても、そこにはちゃんと出さなきゃいけない。これは税務署も同じですね。税務署に出した領収書は出さなきゃいけないけれども、税務署は絶対に公開しますよね。公開すべき領収書はもちろん公開するんですが、公開できないという理由があるんであれば、そこの機関がこれ適正な領収書であるかどうか判定するわけですね。おかしかったら対応するということにすればいいわけで、そういったことの仕組みをちゃんと作る。だから今はまさに脱税と言われても、 おかしくないような状況が起こっちゃってるんでだったら政治家国税庁を使えばいいんじゃないかというふうに思いますねえで、先ほどのニュース続きに行きます立憲民主と国民民主補選へ協力探ると立憲民主党と国民民主党に距離を縮める動きが出てきたまたまき代表の国民民主党と立憲民主党距離を縮める動きが出てきた 自民党に逆風が吹く中で迎える4月の衆院参補欠選挙を眺めていると、えー。立憲民主党は国民民主党に宗派を送っているようです。泉代表はですね、次の衆院選で政権交代するという目標を掲げています。えー、この両党は共に旧民主党を源流としています。また同じく連合、老祖の連合から支援を受けています、えー。国政選挙で候補者調整などの協力ができますと、これは利点大きいですね。 この機会に国民民主を自民党への対決路線に引き寄せようとしているのが立憲民主党であると。で玉木国民民主党代表は党大会後の記者会見で内閣を構成するなら基本となる政策の安全保障やエネルギー憲法で一致しないとバラバラになる現在の立憲民主党はそれを満たしておらず人によっていうことが違うと言ってますのでなかなかそう簡単には進まないのかもしれませんがただこれ一つの流れとして出てきているというのはですね これは間違いないですね。えー、そうなると、ますます自民党は選挙を解散しにくくなるんでしょうかね。うん、次に政治と金の問題について、こういう記事が出ています。個人献金、個人政治献金は定着するのかって見出しでして、あの民間では透明度の高い政治献金を実現させる試みが始まっていると。でその一つが、小口献金小、小口個人献金システム WinJapan。ウィンジャパン っていうのがですね。開発と運用になるのは SNS 動画やウェブサイト制作、選挙マーケティングなどを手掛ける IT 企業のジャパンプライドというところでして、百万円から数十万円単位までスマホで決済可能な政治献金プラットフォームを作りました。本来政治家への献金はしがらみにとらわれず、人柄や政治信条、理念や政策への取り組みなどを総合的に評価して行うべきもの。 それを実現させるのが個人献金だと考えています,その通りです、ね、アメリカはもうこっちが主流ですからね。えー、派閥や資金パーティーの是非はともかく政治活動には一定の資金が必要,必要であるとそれなら選挙の時だけ外選者から投票を呼びかけるのではなく普段から自分がどんな政治家なのかを有権者に訴えて金銭的な支援を求めればいい。 献金は可視化された票とも言えるので、国民が政治家に政策の実現を求める健全な圧力にもなりますね。まあこういう考え方で参政党もやってきました。参政党はあの個人からの献金をものすごく寄付をいただいている政党で、まあそれの寄付いただいた寄付で全国あちこちにこの候補者を立てていると、最低限必要な選挙資金を出してですねということを行っている政党ですのでですね。こういうことはもっと個人の献金が普及するといいですね。 ウィン・ジャパンが念頭に置くのはアメリカにおける個人献金の集金モデルだと。アメリカでは共和党がウィン・レッド、民主党はアウト・ブルーという資金調達のためのプラットフォームを活用しているということです。特定の政策を支持する国民がその実現や推進に取り組む政治家を精査・評価して資金面でも支援する。こうした政治文化の定着は日本の民主主義の成熟にも大きく資すると思いますと。 この自民党の佐藤正久さんがおっしゃっています、これは全くその通りですね、その理由は、政治家も人間ですから、献金主の団体や企業には気を使います、その点、個人献金は政治家と献金主との間に価値観の共有や連帯感は生まれるものの、便宜共有の余地はほとんどありませんそうです、ね。ということを進めたいんですね。次のニュースですが、橋下徹さんが、もうこういう政治はお借りにすべきと発言したと。 これは松野前官房長官が昨年末に事実上更迭されるまでの2週間に内閣官房機密費4660万円を自身に支出していたと社新聞赤旗で報じられたことについて言及したものなんですね。もうこういう政治は終わりにすべきだ。機密をこれだけ使っても大した政治になっていない。一定期間後に領収書を公開すべきだ。政治政策活動費の領収書も公開と投稿した。 領収書の公開は先あのこれプライバシーの問題があるとか特定の政党に自分は協力したと思われたくない人あるいはじ事業家いや政党あるいは政治家から発注を受けて何かの例えば調査をしたとかそういうことをじゃああの人に協力したと他の人政治勢力から見られると自分はいいことが起こらないという思う人もたくさんいらっしゃるそういう企業もたくさんあるんですねだから全て公開するということではないような気がするんですがただあの先ほど言ったように えー、政治家国税庁がちゃんとチェックするということとそれからこれどう見ても公開すべき自由があるというものはちゃんとこね、あのね、ー、そういう判断を行ってもいいことに加えてですね、えー、この情報公開っていうのはアメリカですと何十年か経つと全部公開されて、まあ、最近では日本を戦争に追い込んでいった事実がどんどん明らかになっているというようなようにですね やっぱり、いつかは最終的には公開される、歴史の評価にさらされるというのは、これは、あの、プライバシーの保護というのもあるかもしれませんが、やっぱり何十年か経ったらというのは、あり得るのかなという気がいたしますね。えー、そして、こういう、こうえー、記事もあります。政治活動の自由を連発する首相を憲法,法学者が批判と。えー、岸田総理がですね、政治活動の自由との言葉を連発し、 政治資金の透明性確保のための法改正を拒む場面が目立っている。政治活動の自由は憲法21条にある表現の自由が根拠となる。政治家の側がこれを盾として民主主義の健全性を歪めてもいいと思っているなら滑稽というしかない。最高裁判決1970年のですね、では憲法上会社のような法人団体も公共の福祉に反しない限り政治資金の寄付の自由を有するとされた。ただしこの判決は そうした自由が、近権政治や政治腐敗などさまざまな弊害を生むことも指摘し、弊害に対処する方法は、立法政策に待つとしている。立法府は公共の福祉を根拠として制限をかけるべきであり、制限したとしても政治活動の自由に反するわけではない。ということか。これは本当に、これはその通りでした。あの、政治活動の自由といったときに、あの、この、いわゆる、きちんと不記載を しないで記載すべきであると言っていることがですね。政治活動の自由を侵害するんでしょうかと。ふうに誰でも思うと思うんですよね。あの税務省は、あの領収書全部細かくチェックしますし。国民はそれ出さなきゃいけない。えー、でも一応守秘義務を守っているという。そこでは、悪質なものはちゃんと対処するという仕組みの下で。経済活動の自由は守られているわけですから。まあ、それと同じ仕組みを考えれば、政治活動の自由を守りながら。 えー、この経理というものをきちんと正していくということだ関係ない。えー、岸田さんも何言ってるのかなと思ったんですが、確かにそういうことはきちんと整理しておかなければいけないと思いますね。えー、そして、こういう記事があります。岸田首相は解散にこぎつけるか。えー、この書かれている方が、あえー、これ、政治部の記者の方が、 書かれている感想みたいなものがあるんで、面白いので、ちょっと紹介しながら、私の所見を述べていきたいと思います。これ、最後です、えー。年明けから気になっていることがある。岸田文雄首相が、年頭の伊勢神宮参拝を見送ったことだ。元日に発生した能登半島地震に対応するためであり、その判断は適切だとは思う。ただ、令和三年一月の伊勢神宮参拝を見送った。菅義偉前首相は、その年の秋に退陣した。 くしくも首相は菅氏と同じく4月に補欠選挙やアメリカ訪問を控えている。菅氏は補選で敗れて悪い流れを断ち切れないまま衆院も解散できず総裁選出馬を断念した。歴史は繰り返すのだろうか。菅前首相が参拝を取りやめたのは当時新型コロナウイルス下で国民に移動の自粛を呼びかけていたためだ。今年は 1>, 1月1日に能登半島地震が発生し、4日の参拝は見送ったが、その後も首相自身、訪問の機会を探ってきた。ただ2月に入っても参拝は実現していない。菅前首相は令和3年4月15日から18日にアメリカを訪問し、就任以来初の国政選挙となった25日の、4月25日の衆参参補選再選挙で不参拝を含めて全敗した。 なんか日程的に本当にひっこくじしてるんですね、菅さんの時とですね、菅政権末期の時とですね、その後、7月の東京都議選や、お膝元の横浜市長選でも敗れ、都議選も近いですよね、そういえば、党内で菅首相では選挙を戦えないとの声が強まった、9月の総裁選を前に、事態を打開しようと、衆院解散や役員人事を模索したが、いずれも党内の反対で断念せざるを得ず、9月3日に退陣を表明した。 え、岸田首相も4月10日にワシントンでバイデン大統領との会談を予定しており、帰国後の28日に衆院長崎3区、島根1区、東京15区の補選に臨む。ただ、正式、パーティー収入、不記載事件などの逆風,逆風化の選挙であり、すでに長崎3区は候補を擁立せず不先輩となる可能性が浮上している。自民の幹部は、 首相が9月の総裁選で再選するための条件を口にしている。今のところ岸田おろしは起きていないが、衆院議員の任期は2年を切った。首相が解散せずに総裁選を迎えた場合、党内で次期衆院選の顔になる総裁を選びたいとの議員心理が働く。補選で厳しい結果が出ればそうした傾向は一層強まるだろう。菅総裁から岸田総裁に変わった時のように、新しい総裁になれば支持率は上がる。 気になる発言もあった首相の公金人的存在だった麻生太郎副総裁が1月28日に福岡県で講演し上川陽子外相の手腕を評価したことだポスト岸田を意識したと見る向きは少なくない首相が自ら率いた宏池会の解散を相談せずに決めたことに対し麻生氏は不満を持っているとされる。 支持率低迷の中、菅氏の時のように党幹部などから反対論が上がり、解散権を封じられる恐れもある。また野党が衆院選で共闘するような、先ほど言ったようなですね、事態になれば、首相は一層解散を打ちにくくなると。という話なんですね。あ、さらにその後もう一つ記事あるんですが、そこに行く前に、ちょっとこれ私のコメント、今回のこのニュース解説の一つのテーマになると思うんですが、実はあの、岸田さんは何を狙っているのかと。 まあ、昨年、この、る、まあ、パーティー裏金問題が出てですね、すぐに安倍派の閣僚と党役員を辞めさせました、えー。で、結果的には岸田派でもですね、非があったわけですね、調べを受けたわけですが、自分の派閥のことは、えー、派閥を解散すると言っただけで、えー、そして、その、まだ疑惑に過ぎない4人の閣僚を辞任させてるわけですね。 で、一連の流れはですね、まあ、ここであんまり言うとあれですが、まあ、年からのずっと流れで安倍派潰しになっていてですね、で、これでとにかく一つの派閥を潰してしまうということになりますね。そして、自ら派閥を解散すると麻生さんにも相談せずに、麻生さん絶対反対すると思ったから相談しなかったと思いますけどね、そうしますと、他の派閥もこの世の中の 今の雰囲気の中では次々と解散せざるを得なくなってえで茂木派とえ麻生派しか残ってないとで茂木派はえその中でもいろいろと中でガタ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 してるわけですね小渕優子さんがどうのこうのとかいろいろありましてですねで茂木さんもなかなかこう追い詰められてる次の総理総裁にと思ってもなかなかそうもいかなくなってるんじゃないかという状況になってきてそして麻生さんについては この派閥というのを死守してますけれども次のニュースで述べるような状況でかなり苦しい状況に追い込まれているとでこうなってくると岸田さんというのはえ表には出さないんでまあニマニマしながらでだんだんと他の派閥が崩れていくことによって自分が次の総裁に確実に選出される状況を作ってるんじゃないかなというふうにうがった見方が成り立つような気がしないでもないんですねえというのはですね 次なる総理総裁を立てるには20人以上の推薦が必要で、そのために派閥があるわけですから、他の派閥がなくなれば対抗馬が立ちにくくなるということになりますので、そうすると岸田再生の流れというのはより一層強まるということを計算しながらやっているということかもしれませんね。で、その流れの中で4月になりますと、まあ菅さんとは違う展開をさせようと思っている可能性がありますね。え、あ、訪米をしてですね、バイデンに頭を撫でられて、 それを見せ場だとやってですねでちょっと支持率が上がってその状況を見たら補選にぶつけてですね補選と同日に投開票日を設定する形でですね4月に入ったら予算が成立したらやるかもしれないっていう説も全く成り立たないわけではないとただ支持率が上がっていればですね分かんないですねその辺はですねでそうやそうして今の野党の支持率低いですから そうすると自民党は、えー、すごく勝つわけではないけど負けはしない過半数は維持するそうすれば一応選挙に勝ったっていうことで次の総裁選で当選する確確格の可能性はますます高まる、まあ、そういうことをしなくても、まあ、ずっとこのままずるずるとやっていても総裁選ではもうあって他の派閥全部潰,し潰れてるんでもう自分は確実にというような流れをあえて何も言わずに作ってるのかなと。まあ、健忘術数と言いますかマキアベリズムの 天才みたいなんですね。続いて、そしてですね、あの麻生さんまで追い込んでるという話が次のニュースであります。麻生太郎、岸田首相の裏切りであっけない幕,幕切れか、権力を失ったキングメーカーから、早速去っていく人たちで、こういう見出しなんですが、えー、外務大臣をおばさん呼ばわり、一人で派閥存続を主張。これまでなら許されたかもしれないが、 今回はどうも様子が違うあの麻生閣下といえども時代の流れには逆らえないのか麻生は苛立っていた飼い犬とばかり思っていた岸田文雄がいきなり首根っこにかみついてきたからだ岸田派の解散宣言を受け安倍派二階派森山派谷垣グループと解散の流れが続いた残った茂木派でも大会者が続出し従来派閥からの脱皮を模索し従来派閥からの脱皮を模索しています 派派を維持するると明言しているのは今や麻生派だけ主流派として政権を支えてきたはずが一転少数派となって孤立してしまったわけですと政治部記者のコメントが紹介されています。麻生にはピンチに陥った時の18番があるベランメイク長で他の政治家がはばかることを口走る失言戦法であると「上村陽子は大したもんだぜ」 このおばさんやるねそんなに美しくしい方とは言わんけれど。えー、上村陽子外務大臣のことですね、これですね。か、上えー、で、えー、自民党関係者はこのことについて、こういうコメントをしています。岸田首相と田本を分かった麻生さんは、キングメーカーとしての座を保持するため、ポスト岸田候補を物色しています。そこで元岸田派の上川さんに目をつけたのです。 上川さんは女性だし、金の面でもクリーン。しかし、地味でいまいち知名度が上がらない。あえておばさんと侮辱することで、メディアや世間の注目を上川さんに向けさせようとしたのでしょう。この、これによって、世間は上川さんの名前を知るとともに彼女に同情した。効果は適面かと思われた。しかしどうもそうでない。これまでならネットのう,うぞうむぞ,ぞうたちがさすが閣下。 他の人たちが言えないことを言うなどと群がり自民党の議員はそれを黙って見ているだけだったところが今回は様子がおかしい日本の恥反省も学習もしないと SNS には麻生への罵倒があふれ自民党内からも公然と批判の声が上がったのである昭和じゃないんだから不適切にも程があると麻生が総理の座を追われてから間もなく15年世の中の世の中は大きく変わってしまった 盟友だった安倍晋三は亡くなり宿敵の二階俊博も裏金問題で死にたいなしのぎを削ってきた古参の政治家は皆退場し岸田でさえ17歳も年下麻生は自らの政界の自らを政界の長老だと思っているが周りはもはや老害としか見ていないのであるきついことかでありますね派閥が次々と解散したことで合唱連行による派閥の力学はもはや働かない 岸田首相の裏切りで麻生さんはすべてを失ったのですという自民党関係者のコメントが紹介されています権力の最大の厳選たる人事権を失った麻生の下から串の葉がぬかけるように人が去っていく、えー、麻生派は寄せ集めの派閥です公地会から離脱した河野洋平と麻生らが作った大友会が源流でその後麻生が異公会として継承しました 天気は2017年で3党を率いる団長政策研究所と合流し、山崎派を退会していた甘利明らも合流して試行会を作った。ここで一気に数が増えたのですが、寄せ集めの集団などでまとまりにかけ、派閥への愛着の強い議員が少ない、と政治部記者が述べているとコメントが紹介されていますま。こうやって、えあれですね、麻生さん、安倍さんが暗殺され、 その後最高の実力者でもあった、えー、麻生さんをこうやって勢力がどんどんね追い詰めていきですね残ったのは自分だけである総理総裁候補じゃない有力な人なんか出せないだろうと内心北斎を生んで,演んでるのがマキア・ベリストの岸田さんとまああの「聞く力を持つからですね決める力」なんていう話が出てきたと思ったらなんか急にいろんなことを正権に決めてるなと思ったら実は。 憲法術術の総理大臣岸田文雄ということなのかもしれません以上ですどうもありがとうございました